ありがとうございます。はい、豊田翼です。このチャンネルはですね、私豊田先生こと豊田翼が日常生活で得た気づきや学びをシェアするチャンネルでございます。私の人生経験がですね、皆様の生活に 1% で役に立てばと、そんな志で日々頑張っております。本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速参りましょう。本日の気づきはですね、価値とはという、そんなお話でございます。まず結論から、価値とは諦めた、諦めの数です。はい、今日はなかなか面白い話、それこそ価値のある話を、できそうです。はい、よろしくお願いします。うん、今日仕事中にそんなことを考えてきました。はい、価値とは何かっていうことですね。僕は結構この価値とっていうことに、敏感な人間かなと思っています。やっぱりその価値あることがしたいと、何者かでありたいっていう欲求が常にあるんですね。なので、どうせ有名になるんだったら、なんか迷惑かけて有名になるんじゃなくて、悪名じゃなくて、やっぱいい名前で覚えてもらいたいなっていうのがあるので、価値っていうことに関しては日々、関心、興味、そして考察を繰り返しています。はい、諦めるっていうのは、言い換えるなら、その挑戦したけどダメだった失敗とか、あとは、そもそもその挑戦の数とか、無理だったとかっていうことかなと思います。うん、たくさんの人が、僕はパッとこう出てきたのは、やっぱり夢とか目標とか志ですね。たくさんの人がその目指して、でも成功するのは本当に一握りじゃないですか。だからこそやっぱり価値があるし、追いかけがいがあると思います。あとは政治なんですけど、政治の一杯、政治っていうのはやっぱりその価値があることで、でもちょっと投票がめんどくさいとか、めんどくさいっていうのも一つポイントですね。うん、めんどくさかったり、やりたくないこと。うん、政治ってすごく大変なんですよね。政治家の人は、例えばすごく一人一人は優秀な方が多いです。多いと思いますけど、こう、グループになると、なかなかこう、意見が通しづらくて、うん、なかなか難しいところってあると思うんですよ。いろんなところで政治ってありますよね。で、いわゆるその政治だけじゃなくて、社内政治とか、家庭内でもそうですし、人間関係があるところはやっぱりその政治っていうのが、政治力っていうのがすごく求められると思いますね、人間社会では。うん、で政治っていうのはすごく価値があることで、でもめんどくさいし、やりたくないし、すごく大変だから、っていう、そういう億劫なところがあるので、でもだからこそ、なんていうの、価値があるっていうか、で自分の、例えば貢献したマニフェストじゃないですけど、自分の言ったことが実現したら、それはそれでやっぱり価値があるし、それがやっぱり理想だしっていうことで、価値とはっていうのは、めんどくさいこととか、人が嫌がったりすることとか、諦めるようなことが実はその価値があるんだっていうことに今日気づきました。ありがとうございます。はい、ここからは、余談で、こんなところに新刊が、たまたまなんですけど、こんなところに新刊が、はい、蛍先生の、はい、新刊が出ましたので、よろしければ、ぜひ、お買い求めください。はい、僕は、小説を、読むのが得意ではありません。はい、映画派なんですね。映画とかドラマ派で、小説とかってほとんど読んでることないんですけど、唯一読む小説といっても過言ではないのが、この、友達だかっていうのもあるんですけど、蛍先生のこの本で、先生、はい、頑張ってください。はい。で、僕なりの、本の読み方って人それぞれ、僕は小説もビジネス書っぽく読むようにしてます。うん。蛍先生結構売れてる、12万部売れた本のこれ、例えば第2弾なんですけど、やっぱりこう僕とは違って大ヒットされてて、でなんで大ヒットしてるのかなっていうのを僕なりに分析してみました。
まず万人受けヒットの法則というのが共感ポイントの数と共感できる人の数、これがすごく大事かなと思いました。僕今70ページまで読んだんですけど、それでもなんか僕みたいなその偏屈な人間でもその共感できるようなところとかセリフであったり、表現っていうのがいっぱいあって、まあ僕が例えばじゃあ、70ページまで、線引いたところで言うと、どこだ、等身大っていう言葉とかですね。あとはちょっとじゃあ今一気にちょっとずらっと読んでいきます。どっかで見たことがあるようなストーリー、既視感の塊、珍しいイベントに立ち会ったのも何かの縁だと思い、柄にもなく何か運命のようなものに導かれているのかもしれないと思った。小説を読んだことのない人がどんな感想を抱くか気になるものだよ。ふと頭の中に湧いた疑問が出る。どうしてか自分が変わるきっかけになるような気がしたのだ。誰かの閉まっている扉を開けてあげたいと私は思うんだよ。あの言葉の意味が知りたくて何度もあの日の短い会話を思い出す。登場人物の設定こそありきたりなものだったが、ストーリーや想像していたものとは随分とかけ離れていた。中途半端に言い出したら多くの人が笑われる。結局口だけかと飽きられるかもしれない。その決意を自分への戒めにしようとした。多くの人に鼻で笑えてしまうの思い返せば恥ずかしい文章のやつだった。怒りよりも悲しみが先にあった。胸を張れる自分になる。自分がそういう人間ではないと分かっていた。時間をかけてたっぷりと落ち込んだ。人はきっと出会いと別れを通して成長していく。別れがあるからまた次の幸せな出会いがあるんだ。自分が選んだ物語なのだ。はい、ここまでで結構いろんなフレーズが出てきたんですけど、僕は結構気になったのは今のようなフレーズで、なんか僕はそういうふうな読み方をしています。引き続き読みたいなと思います。ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで好きだよ日本を、読んだらいいのかなと思いました。はい、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいね、コメント拡散などぜひ私、豊田先生の応援よろしくお願いします。そして、ホタル先生の進化もよろしくお願いいたします。それでは本日も最高一日をお過ごしください。はい、さよなら。